それでは前回中断したところから再開します。チュアン君は助けられたので、今回はあーちゃんに頼まれたアイテムを探しに行きます。ここにも CD がありました。前回は見落としていました。リーがチュアンの部屋へ行った隙に物色します。これがそうかな、あーちゃんの言っていたデザインナイフみたいです。16時にはリーがまた出てくるので、それまでに調べないと。時間がないので隠れましょう。あれ、間違えて下の部屋に入ってしまいました。あの男の子、あーちゃんと同じ名前です。どうなっているんでしょう。偶然ですが、重要な情報を手に入れました。実績名からすると、あの部屋は早い時間帯なら入れるようです。あーちゃんと同じ名前だから、あーくんと呼びます。CD が取れました。あーちゃんには物は取れないはずでは？これは使ってみるべきでしょう。あーくんが移動しました。標本が好きなのかな。あの犬も剥製みたいですし。時間が進んでいくので、ある程度しか調べられませんね。16時半にはリーが部屋から出ます。チュアン君を助けてからいろいろ調べていたら時間が過ぎていたので、このままタイムリミットまで待ちます。チュアン君だけが助かったそうです。アー君が傷だらけなのは暴力を受けているからでしょうか。ドット絵はポップですが、かなりブラックな背景を持ったゲームですよね。アーちゃんに
頼まれたものを渡してみます。私が探しているものを見つけてくれたのね。チュアンのところへ案内してあげる。多分そう言っています。二人とも無事に脱出できたようです。焼肉屋さんかな。散々両家の人に食べられた後だとむしろ食欲が減退します。あーちゃんはどうなったんでしょう。あの子はやっぱり幽霊なのかな。次はグローブをあーちゃんに渡してみます。特に展開は変わりませんでした。説明が意味深だったのであーちゃんにタツノオトシゴを渡してみます。頼まれたアイテムではないですが案内してくれるようです。先に行ってちょうだい。後から追いかけるわ。あれ、見つかった。エンディングが流れている間も敵が移動しているんですね。これは難しいですね。ジンママは両家の庭で行方不明だったミタオさんの遺骨を発見、お墓の設置を手伝ったそうです。まだここから取れる行動はあるでしょうか。あーちゃんにデザインナイフを渡してみます。そしてリーが部屋から移動するのを待ちます。あーちゃんに渡すアイテムによってエンディングが分岐していくことはないようです。あーちゃんにとって欲しいアイテムならどれでも一緒。今度はチュアン君を逃がした後であーちゃんにアイテムを渡してみます。あなたのおかげで探し物を見つけられた。ありがとう。もうお別れだね。私もありがとう、あーちゃん。彼女に救いがあってよかった。次回はあーくんのことをもっと調べたいですね。それではまたお会いしましょう。